人石高原町。人石高原町は、広島県の中東部に位置し、岡山県に接する町。森林セラピー基地認定地域。広島県の中でも特に人口減少が著しい。広島県立広島牛改良センターは、平成20年4月1日より、人石高原町に関され、農事組合法人人石高原和牛の里が、指定管理者となり、 運営を継続している。地方債等の残高地方債の残高235億2700万円。一般国道、主要地方道、一般県道、広島県の県道一覧、道路法によって建設される国道、県道とは別に、土地改良法及び森林法の規定に基づいて設置される農道、林道によって建設された道路が多数あり。 町内の建設業者を潤してきた。福音は5から8メートルと様々で、県道よりも立派な農道などもある。名称は主に建設時に使用した補助金事業の項目によって決まるものと思われる。広域農道関連は、ウルグアイラウンド農業合意関連対策の一環として整備されたため大きな予算がつき、難工事を克服した。中国自然歩道南北ルート、 町内では山の峡大尺峡ルートが重走している。この一部が大尺川ダムの包み板だけを通る。星山、国有林、大百三林林ン後小藩標高835メートル、展望台ありまれに、宝器大山や瀬戸内海も望める。645年に起きた、この地への流星群を見物に、高徳天皇が数日行幸滞在し命名したと。 言われてい修礼参考新時、カグナ共演会、1月、レゲエコンサート、6月、滝技能、8月などの恒例イベント、住職なし、森林公園キノコの森、182に、隣接しているが、管理者不詳ハーブ家団子供用遊具、フィールドアスレチック自己責任で楽しもう、ハーブ缶おもちゃかぼちゃ、ハーブ栽培、ハーブレストラン巻き場の夢工房、陶芸、 紙すきなどの体験学習。町内向けの行政情報は、現在休業制区域で用いられてきた方式を継続しており、市町村防災行政無線、アナログ式、有線放送電話、オフトーク通信で行われているが、将来は市町村防災行政無線、デジタル式に統一されることが2005年の諮問委員会の町長答申により一度は決定したが、 その後の調査で地形による無線電波の困難さ、建設費用年出の難しさということから2008年、頓挫した。人石高原町のオフィシャルサイト、発足時の制作はジャプロー2 0 0 9年11月に全面改装は旧駅町が中心になって設立された活性化情報センターによって運営されていた。この施設は、 平成11年度の優政省自治体ネットワーク施設整備事業によって建設され ISDN 回線をベースにテレビ会議システム公共施設向けやデータを不登ク、一般家庭向けを導入するべき企画された。しかし ADSL 商品介護の NTT の大幅な方針転換によって十分なサポートが受けられなくなりネットワーク整備事業の継続が困難になってきて 頓挫した。結局一度も本来の機能を果たすことなく、発信設備及び町内各所に設置された端末機材は不要品と化した。この事業の最終的な損失額も明らかにされず、しかもそのことを誰も問題にしないという情報システムへの無関心ぶりがこの自治体の現状を示している。現在は地域イントラによる専用公開線で接続された一部の端末では、 議会中継を行われているが、一般回線で主張することはできない。2003年度には、総務省情報通信格差是正事業の補助金を受け、地域イントラネットが完成して、官庁レベルでのブロードバンド化は果たせたが、民間は相変わらずの情報格差にあえいでおり、重量性 ISDN さえ通じない地域もあり、経済活動にも深刻な支障をきたすようになってきた。 2006年3月、自治体、人赤高源町が通信業者、NTT 西日本に直接補助金を支払うという形で悲願であった町内全収容局域で ADSL 化が実現したが、時代の数勢は光通信である。ADSL という過去の技術に補助事業を行ったことに関して、人赤高源町は広島県から指導を受けることになる。 しかし、なぜここまで追い詰められるまで、ブロードバンド化が果たせなかったのか、原因として、先の優政症補助金事業が、足かせとなったことは否めず、箱物感覚で情報化事業に手を出すことへの、危険性が浮き彫りになった。また、当時の議会に、ブロードバンドについて正しく認識している議員が、不在で、数億円もの無駄な予算案を素通りさせてしまったのも、問題であった。 2008年4月、活性化情報センターは無人化され、単なるサーバー収容倉庫となった。2008年10月、テレビ会議システムに関する、総務省の補助事業は会計検査院から指摘を受けた。2011年4月、人石高原庁が設置する、ケーブルテレビ施設、人石高原輝きネットにより、行政告知放送と、 町内全域をカバーする高速インターネットサービスが開始された。人赤高原町の市外局番は2006年2月18日、08478から0847、市内局番は80から99に変更された、80、81、90から99は変更時に追加された市内局番。BR ただし、同じ MA。 メッセージエリア市内料金が適用される地域の小原市東上町地域への通話は同地域の市外局番0847への変更が未実施のため同地域の市外局番が必要である。BR 同じ市外局番の府中 MA、鉱山 MA は通話エリアが異なるため市外局番が必要である。BR、人石高原町の郵便番号は二千六年十月十六日に 再編が行われ、以下の通りとなった注釈、出展。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。